立ち名、のりしげ、鎌倉時代、十四世紀、東京国立博物館像、重要文化財のりしげは、鎌倉時代末期の古市中国年軍五福教の、投稿。佐駅のりしげ、または、居住地から五福、郷のりしげとも呼ばれる、古東西城作。古来、正宗重鉄の一人に数えられ、正宗の皇帝と懸伝されてきたが、作風と、 時代姿から神道御国秘三、もしくは藤三郎幸密に支持した、兄弟弟子でも、兄弟子であろうと推測されている。正宗と比較して、大和殿の作風が強く、総集伝上皇の一人である、郷義弘の死とみられている。罪名担当一口が、国宝に、罪名、大和常務名合わせて八口が重要文化財に指定されている。のりしげの系統については、 能阿弥本命人、昭安本命人は、正宗の弟子とし、木阿弥本命人は、神道五国光の弟子、正宗道門とする。乗重には、昭和三年名の担当があり、高山押し形書斎の者には、延長三年の年を見る。一方、神道後には昭和四年名の担当があり、年代的には、神道後の弟子と見られる。 2014-2015年の文化庁による所在確認調査の結果、所在不明とされた物件については、所在不明とした。ありがとうございます。